小さいものが大きいものを倒す。それが極真の理想だ。しかしそれを達成することはたやすいことではない。多くの一本勝ちで全日本ウエイト勢大会2階級を制覇した成島竜。第3回女子全世界空手道選手権大会軽量級において世界チャンピオンに輝いた江口美雪。37歳にして未だ現役を保ち進化し続ける男。第2回世界ウエイト勢大会軽量級チャンピオン高原正文。このビデオ、日本を代表する極真戦士成島竜、江口美雪、高原正文による小さい選手が大きい選手に勝つためにそのテクニックを明かした試合対策用マニュアルビデオである。いやしゃっいやうっいやしゃっいやうしゃっいや。それでは、体の小さい人間が自分よりも大きい人間と戦う時の注意点とその技の説明を行います。まず向かい合って、で試合が始まる前のお互いに礼で構えて、初めの時の前ですよね。でここから始まった時の注意点はですね、相手の横からの攻撃よりも前から来るフロント系の技ですね、それに対しての注意っていうのを怠ってはいけないということです。相手の前蹴り、上段前蹴り、後ろ蹴りみたいな形の蹴りをいかにしてさばいたらいいかってことの説明なんですけれども、その時にまず構え手で相手の例えば上段の前蹴りが飛んできた、そんな時には自分の体を常に垂直に保ったまま軽くリズムを取りながら自分の顔の前に相手を手を置くような形ですね。でそうしますと相手のどんな前蹴りが例えば上段に飛んできても横にずらすことができるんですね。で例えばそれで受け切れずに顔に食らったとしても、その勢いは手によって力が軽減されているわけですね。だから自分の顔の前に手を置いておくことっていうのは重要だと思います。でここからあとはこの距離を詰める時のポイントなんですけれども、まず相手の挙動を測らなきゃいけないんですね。その時に説明、構えて相手の内股を蹴って相手の挙動を探るわけですね。でその時に相手の挙動が固まってたりした時には、いっぺんに相手の大きい人の体のポイントっていうのは中段が大きく存在するわけなんで、まず中段から攻めていった方がいいと思います。で自分の場合その時に使った技っていうのが三日月蹴りですね。ステップして一気に前を縮めていきます。で縮めた後のまた今度のインファイトの前ですね、中間距離にいると相手の技は全て下ってしまうんで、アウトなのかインなのかってことをはっきりと区別した方がいいと思います。でその時に自分は中に入りました。で中に入った時の注意点は、ここで頭を前に出さないことですね。前傾になったりしますとそのまま膝蹴りをまともに食らってしまう形になるんで、上体を立てるように、で立ててなおかつ手も立てるようにしてください。そうしますと相手の膝蹴りに対しても対処できて、相手のまっすぐに来たとしても挟むことができるんですね。手を下げてしまうとそのまま避けきれずにもろに上段をもらってしまうんで、上体を立てて目線を立ててしっかりと相手の全体を捉えるようにしてください。
押す、それでは遠い前から一気に前を詰めて近い前からの技の説明を行います。でまず前が詰まった、で相手との距離が突きの前もしくは下段の前ですね。でその時に状態を先ほど説明したように立てる、で拳もしっかりと上向けて脇腹と締める。でこの状況から例えば相手が自分の胸を目がけて突いてきた、その時には 上から来たものには下から合わせる、しっかりと脇を締めてですね。でまた上から来た時に右手で合わせる。で今度相手が下から突いてきた、その時には内から合わせる、必ず内から合わせる。この時には必ず肘と腰の骨がくっついている状況で腰で突くようにしてください。コンパクトにまっすぐ突くような形、これが大事ですね。そうしないと相手の拳が内に入ってしまうことになるんですね。こうなってしまうと逆に自分の方が悪い、いい突きを食らってしまうんで次の攻撃がつながらなくなるんですね。だから常に相手よりも下から内から打つようにしてください。でこの中の攻撃の中で上段を絡めていくと、またここで中段が開くわけなんで、その時にはクイックモーションで突きを中段に入れるとより効果的な突きが打てると思います。それではさらに、近い前での有効的な技の説明を行います。でさっきのように近い前からですね。でここから今度は突きです。突きを相手の鎖骨に打つわけなんですけれども、しっかりとこの時に後ろから振りかぶりながら上から叩き落とす。でこの時にやっぱり脇っていうのはすごく急所なんで、最後の最後までしっかりとカバーする。で剣を立てておく。でこの状況から体を真横に相手に対して向けるわけですね。でここからまっすぐに打ち下ろしてあげるわけなんですけれども、この時に横から持ってきてしまうと相手の拳側に当たって顔を殴ってしまうということになる。だからより上から振りかぶるように叩き落として、で当てる点というのは拳のこの位置ですね。で縦から見ますとしっかりと相手に横を向いて、ここからしっかりと打ち下ろして、で肘と拳と拳頭ですね、と肘がまっすぐに相手の鎖骨に当たるように。でこれが斜めになっていると力が逃げてしまう。しっかりと釘を効かせるように当てるようにしてください。要は後ろから振りかぶってボールを投げる感じのようにガツンと打てば、しっかりと相手に衝撃が伝わって、で相手が例えば当たった瞬間にのけぞる、その時にすぐさま中段回し蹴り蹴る。で中段回し蹴り入れば上段の回し蹴りも有効的に入っていくんで、この突きを覚えたらかなり使えるものとなると思います。それでは先ほどの鎖骨打ちの、簡単な練習の方法をここで行います。まずは肩幅に立って状態を垂直に力を抜いた状態ですね。でその状況から肩の高さに両腕を広げます。でこの状況で体の中心回すように、しっかりとこの両腕に遠心力を感じる形で回していきます。その時に軸がぶれないように同じライン上を腕が通る、力抜いて楽に。でこれがぶれることなくしっかりと回せるようになったら、今度は体を横にするわけですね。横にした状況でもしっかりとこの軌道上を両腕が通るようになったら、これを突きに変換していけば、このままの通りの軌道で突きが打てるようになると思います。要はとにかく力を抜いて遠心力を感じながら、最後のインパクトの瞬間に顔面ガード、これを取るようになるとインパクトをしっかりと点で捉える形で力が生み出せると思います。
それでは鳴島流かつての名勝負を見てみよう。Thank you.
きい人と組手及び試合をする場合、相手が正拳を出してきた場合、構えてください。はい、はい、この正拳を出してきた場合にそのまま受けてしまうと、まっすぐ相手が来てしまいます。なので、はい、さばくと同時に体を相手の斜めに入れます。はい、斜めに入れて、相手の視界に入ります。そして、はい、下突きなり蹴り技を入れます。次は相手が下段を出してきた場合に相手の斜めに入ります。相手の四角突きと同じような感じで相手が下段を出すと同時に相手の斜めに入ります。そして下突き、またはこの場合距離が近いので上段なども入ると思います。次は大きな相手が蹴りを出してきた場合です。例えば相手が下段を出してきた場合、構えてください。はい、一回離れます。そして離れた時にだいたい相手が体が開いていますので相手の距離を測りながらミドルを、大きなモーションでミドルを返します。これは、離れた瞬間、はい、相手の体はこっちを向いていますので上段や下段よりも、思い切りミドルを振った方が入りやすいですね。はいはい、思い切り離れてしまった場合やはり大きなモーションを出すか、少し踏み込んでそのまま蹴ります。大きな相手は小さい人とやる場合、得てしてガードが下がるものです。その場合に突き
機に合わせて上段回し蹴りが入りやすいと思います。スッスッスッ。小さな人が大きな人と試合をする場合にやはりフットワークが必要だと思います。そして前後のフットワークだけでなく左右のフットワーク、そして後ろに下がった場合、はい、すぐに入れるような出入りの速さ、すぐに相手の懐に入れるような後ろの下がり方が必要だと思います。それから、はい、スッと一歩引いた場合にすぐにサウスポーで攻撃できるようにすれば相手の後ろにスムーズに入れます。それから角度が変えられますので相手もやりにくく自分の有利になると思います。前後左右サウスポーの攻撃、これを自由自在に使いこなせるようになれば大変有利になると思います。相手が大きな人とやる場合にフットワークでまず後ろに下がります。そしたら相手が入ってくる場合があります。その場合自分が中に入れないので前蹴りで牽制する場合があります。スッ。そして相手の体勢を崩します。スッ。それでは江口みゆき、かつての名勝負を見てみよう。
第8回世界大会代表選手である田ヶ原正文は今日もトレーニングを開始していた。昨年11月から大阪浪早支部長井道場の支部長として新たなスタートを切った田ヶ原は、自らの修練とともに道場生たちの育成にも力を注いでいる。この日は少年部の稽古から始まった。エネルギッシュでユニークな田ヶ原による指導風景を見てみよう。はい、ワンツー、左下突き、右下段した後、はい、この足を引いといて後ろ蹴りできるかな。うん、そう、ワンツー左下突きですね。はい、こうしといて、ワンツー左下突き、右下段、右下段、そう、そして引いて右の後ろ蹴り、そう、はい、シー、ワンツー下段、そうで持ってきて、そうそう、はい、始め、はい、うまいね、はい、始め、気合い、気合いできたらよかった、始め、はい、あー、よくなった、どうしたらまた上段が入るかと考えながら、おう、いろんな技出す、いろんな技出すな、よ、マサオ、お前顔面カバーしな、顔面カバー、マサオ危ない、お前の攻撃も低いや、気合いでやれ、はい、やめー。一般部の稽古が始まった。道場が開設してまだ間もない浪早支部長井道場では、そのほとんどが白帯である。はい、もう全部気合いいきますよ、気合いで、入門して間もない道場生を前にして、田ヶ原は大型選手との組手を演じてみせる。年を重ねるごとに強さを増し、進化を続ける田ヶ原正文。田ヶ原のような小型選手が大型の強豪選手たちの中で勝ち上がっていくためには、小型選手ならではの高度なテクニックが必要になってくる。一体いかなる技を駆使しているのであろうか。田ヶ原の強さの秘密に迫る。はい、それでは小さい人間が大きな選手と当たった時に戦う方法をお話しします。はい、それ構えて、まず相手にまず当たらない距離を必ず取っておくことが大事です。その代わりこちらも当たることはできません。
そこで一気に前に飛び込んで、いくその攻撃のコンビネーションを紹介したいと思います。飛び込む時には必ず、後ろ足から、蹴ってですね、前足を送っていく、それが一番速い方法です。そして、一つ目のコンビネーションは入ってワンツー下段回し蹴り、ワンツーの後を奥内の下段を蹴って、その後は必ず同じ場所にいない、蹴った後同じ場所にいると必ずもらってしまいます。できるだけ小さい人間は、相手の技をもらわないように、蹴った後今度は、前足 を蹴って後ろ、もしくは、横に回る、そのようにして相手の攻撃をもらわないようにしてください。いくつか、実際に飛び込んで、そして下がる、あるいは回って、やってみたいと思います。下段を返して。はい、それでは2番目のコンビネーションを紹介します。はい、構えて同じように飛び込みんでワンツー、はい、その後はためを作って反対側に、ひねと同時に半歩踏み込んで下段回し蹴り、ワンツー、ためを作って半歩踏み込むことによって下段の威力を増すようにします。はい、構えて、はい、じゃあ反撃してください。はい、はい、今度は同じように突きのコンビネーションから上段回し蹴りに持ってくる、何度か試合で、使っているんですが、その時に左一番よく使うのは左ついて、右はもうフェイントのような状態で放ちます。その後に右の上段回し蹴り、右を打つ振りをすることで、右足が見えなくなります、あるいは相手が、それをさばこうとして手が下ろす
その状態をから右の上段回しに持ってくる、はい、あるいはいろいろフェイントがあります。下段を先ほどのコンビネーションでいくつか下段をいくつか攻撃しといて、また下段のを打つぞと目で、フェイントをしながらですね、フェイントしながら上段に持ってくる、あるいは、振り鍵付きをする形でですね、意識を、相手の左斜め右斜め下に意識を置いて、そしてあるいはガードを下げさせた上で右の上段回し蹴りに持ってきます。それではやってみます。次は、サウスポーの状態から一気に、逆突きで飛び込んでいく、これは、相手にこちらの攻撃を誘われないようにできるだけモーションがなく自然にリラックスした状態から飛び込んでいきます。その時に後ろの足を床を蹴るようにしてこのスプリングを利用して前に進んでいきます。で逆突きの後また下段でさらにフォローします。あるいはもしくは、左構えにおいてですね、スイッチして中に入っていく、特に、最近右下段を蹴ろうとすると必ず内股を合わせてくる選手がいます。そういう選手には、スイッチをすることで相手は下段と思い内股を合わせてその時に空振りした状態を狙って逆突き、そしてまた同じように下段で相手を崩していきます。はい、それではやってみましょう。それでは手技を使ってサイドへの回り込みをご紹介します。はい、構えて、はい、必ず戦いにおいてやはり、いつかはやはり接近戦をしなければなりません。しかし小さい人間は必ず、接近戦の中でですねどうしても相手のやはり圧力に負けていくこともあります。その時に、サイドに回り込むが必ず必要になってきます。はい、相手は左足が前の時は、その左足の外側相手の左側に回り込むのが一番得策と考えられます。その時にこちらは右足を前にサウスポーの状態にした方が回り込みやすいです。はい、そしてただ回り込むだけじゃなくてですね手を使った方が回り込みをさらにしやすくします。そこで用いるのが回し打ちもしくは鍵付きといった手技を使ってですね行います。しかし相手もまた回り込まないとしてですね、体勢を整えていきます。さらにその時には足をまた送り込んでいきます。
だからこれを2、3回ですね、行います。接近戦の中で相手の、外側に、2、3回行って、回り込む。じゃあついてきて、はい、はい、今度は、左側に相手の左側に回ったら、相手もこちらに意識がきます。その時に今度は逆に回っていく。そうするとまたこちらに戻ってくる、そういった繰り返しをしながら相手にまた隙が、生まれてきます。はい、それではやってみます。はい、それでは速技を使ってのサイドの回り込みをご紹介します。はい、構えて。先ほどお話しましたように、相手が左足の前には、左側の外側、相手の左側に回るのが得策であるとお話しました。その時にはまたサウスポーになった方が回り込みやすいと。その時に、左構えの時は右足をサウスポーのように送って左足を寄せながら下段回し蹴り、あるいは最初からサウスポーの状態で右足を相手の外側に送りながら左足を寄せて下段回し蹴り、そうすることによって相手の側面に行くことができます。あるいは反対側もできます。左足を外側に出しながら右足を寄せて左の下段回し蹴り、そうすることで相手の常に側面側面に回り込むことができます。それではやってみます。はい、それでは大きな選手が小さな選手に対して圧力をかけた時の対処方法をご紹介します。相手が、大きな選手、そしてまた圧力がある選手であればあるほど、やはり力がなければですね、どうしても下がってしまいます。その時の対処方法として先ほどご紹介しました、回り込み、こちらの回り込みありましたが、いつか相手もまた、ついてきます。回り込みも
いつかは潰されてしまう。そういう時に、やはり距離を取ることが大事になってきます。ですが、まっすぐ下がった状態では必ず場外に出てしまいます。そこで、私が、大会で使っているのは、ジグザグに、後方に下がる、まず左足が前の場合は左足の床を蹴ってですね、こちらに、そして、相手はこちらについてきます。その時は逆に、そしてまた逆に、逆に動いていくと、そうすることで相手が、こちらにもまたこちらにも、バランスを崩していきます。あるいは時にはま、っすぐ下がりっぱなし、いくらジグザグといっても後ろに下がっているわけですから、このままで場外行ってしまいます。その時に、前の足を中心して回る、あるいは、遅れ足を使いながら回っていく、あるいは先ほど使ったサイドを使いながら回っていく、そういう方法において、このジグザグの、下がる方法が、非常に、ベタだと思います。それではもう一度やってみます。はい、そして、ただ下がりっぱなしじゃなくて、下がるときに相手が崩れた、そのときに反撃の攻撃をすることもできます。大事なことはバランスを崩さず、そして、今度は、後ろの床を蹴ってそのまま攻撃する、そういう気持ちを常に下がりながらも攻撃の意識を、持つことによって反撃することができます。それでは相手を使って実際に行ってみます。始め。以上をもちまして、小さな選手が大きな選手に勝つにはどうしたらいいかということを、テーマに、してまいりましたが、総じて、お話しますとですね、まず心技体においてですね、相手の選手を上回るという努力をすることが必要になってきます。まず心において、いくらどんな大きな選手がいてもですね、絶対負けないという気持ち、これを最後まで、持ち続けるということが一番大前提になってきます。続いて力においてもですね、大きい選手が力あるのはもちろんですが、やはり小さな選手もやはり力においても負けてはいけないと。その力という意味はいろんな意味がありますが、ただ筋力的なものだけでもなく、普段の基本的な練習をすることによってですね、自力というものがついてきます。その力においてやはりできるだけ負けない力を持つということです。しかし、やはりいかにしてですね、力をつけてもですね、相手ももともと大きいわけですから、強い力を持っています。それに対して力と力で、戦うのではなくてですね、
今度は技術の面においてですね、いわゆる重力合成術というですね、武道にはそういう言葉がありますけれども、相手の力に対してそれをまたかわしていく技術、あるいは相手の力を使って、それを生かしていく、そういう技術、それを学んでいくことが、大切だと思います。私には私のあった戦い方がありました。また他の選手にはですね、人それぞれのですね、体格や力、柔軟性、いろいろ個性があります。それに合ったですね、戦い方をぜひ編み出してほしいと思います。皆さんも頑張って練習して自分の戦い方を見出してください。おっす。それでは田ヶ原正文かつての名勝負を見てみよう。Yeah!
2003年3月21-22日、極真会館総本部において商談審査が行われた。これは韓国の支部長キム・キョンフンの30人組手の最中の松井館長の話である。なんで何人続けてやるかっていうと、もちろん空手は力も必要だし、スピードも必要だし、スタミナも必要だし、まあ、柔軟性も必要。こういう力とか速さ、柔軟性、スタミナ、なんかこういうその、まあ、体力だね、いわゆる体力、これも必要だけども、もっと大事なことはね、この体力をつけながら体力をどうやって技に生かすのかっていうことなんだね。だから体力だけ使って、まあ、まだ まあ若いしさ、体力で組み手もできる、ね、だけど何人も何人も続けていけば体力だんだんなくなってくるでしょ。これ例えば30人、今30人だけど10人でね、もう10人でもう何組み手ができないようにしちゃうと言ったら、もうこれ簡単なんだよ。10本試合やったらさ、試合で10人を思いっきり、じゃあ試合でね、試合みたいにしてやってごらんよ。それこそ1分じゃなくて3分で、ね、それはもう10人も20人も持たない。そこでそれを、それで体力でこれをやり通しちゃっても何の意味もないんだ、本当はね。よし、いや、そうじゃない、ね、本当はこの他人数でこうね、複数の組手やるときは、ね、いかにさっきその高原君がやったようにね、無駄のない動作でね、力を使わずに、普段の稽古では力つけるんだけど、それを使う、ね、力に頼らずに、ね、その無駄に動かずに、ね、スタミナをしないで、ね、その組手をやっていくのが、それが大事なんですよ。松井館長の評価も高い高原正文の組手とはいかなるものだったのであろうか。世界大会に向けて自らの士気を高めるためにも気合を入れて挑んだ高原の30人組手を見てみよう。
よいしょ、はい、よいしょ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 。
しげに技あり。はい、構えて。一番。はい、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 はい
そうだ。せい。はい、それだ。皆さん、雑談です。へい。へい。はい、やめ。はい、握り棒、技あり。はい、そうだ。はい。はい、いいか。いいか。はい、いいか。はい、いいか。相手を誘い込みながらの攻撃で見事30人組手を完遂した田ヶ原正文。これぞ幾多の試合経験の中で培われた勝負感とテクニックの成果であろう。第8回世界大会を目前に控えた今、田ヶ原は静かに闘志を燃やし始めている。空手母国日本のさらなる危機がささやかれる中、代表選手としての己の責任と役割を何としても果たさなければならない。勝欲大を制するために研鑽してきた田ヶ原正文の進化が今試されようとしている。